ホークス対バファローズ、この一戦をお送りいたします。ホークスの先発は右のスチュワート・ジュニア、バファローズの先発は左の宮城、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右のスチュワート・ジュニア、マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、先頭バッターは中川。第9球、初球空振り。第2球、投げた、ストレートはボール、外角低め。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、空振り。次が5球目、投げました、空振り三振、バッターアウト。最後は156キロストレート。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球ボール高め。第3球は決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ストレートはボール。第5球投げた、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。バッターは3番西川。第9球投げた、初球見送ってストライク。第2球、2球目空振り。第3球を投げた、高め、ボール。投げた、変化球、空振り三振、三者連続三振。リプレイをご覧ください。スチュワート・ジュニア立ち上がり、初回は完璧なピッチング。左の宮城、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、ホークス攻撃に入ります。トップバッターは周東。第1球、初球空振り。さあ次の投球、投げた、ボール、低め。投げました、打ちました、引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近藤。第1球投げました、初球空振り。さあ次の投球、投げました、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、ボール。投げた、ボール。投球はこれから6球目、スラブ、空振り三振、近藤スイングアウトの三振に倒れました。第1球スラーブはボール。第2球投げた、インローを見送ってストライク。投げた、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センターバック取りました、これで3アウト。宮城上々の立ち上がりを見せています。2回の表、バファローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは頓宮。第1球外れた、ボール。第2球インコース見送ってストライク。
第3球を投げた、ボール、外へ。第4球を投げた、ストライク。次は5球目、内角ボール球打った、近藤余裕があります、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番森。第9投げました、低め、ストレートは外れてボール。さあ次の投球、投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第3球を投げました、ボール、低め。投球これから4球目、決まった、ストライク。第5球投げました、フォーク、空振り三振、バットが空を切りました。バッターは6番杉本。第9投げました、初球高速スライダー、空振り。第2球投げた、流し打ち、ファールボール。第3球を投げた、アウト、すっぽ抜け。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、インコース引っ張った、レフト線に飛んでいますが、ファールボール。投球はこれから6球目、打った、1・2塁間への当たり、1塁へ送る、スチュワートジュニア取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スチュワートジュニア、この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、ホークス攻撃に入ります。この回のトップバッターは山川。第9投げた、ボール、バファローズここは引っ張りに警戒します。第2球、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。ボール。投げました、三塁チェンジャー、ボール。第6球は打ちました、紅林、ボールを取る、一塁送球、アウト。山川、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球、初球スローカーブ、空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、切れていきます、ファール。第4球を投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球にやられました。左対左の勝負になります。第9球、初球打った、宗掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。ホークス結局三者凡退、無得点に終わっています。2回が終了しまして0対0です。3回の表、バファローズ攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者セデーニョ、投げた、初球はストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、直球空振り、少し意識しすぎたか。投球これから4球目、アウトロー際どい球、ボール。投げた、打った、栗原、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番紅林。紅林、背番号24。第9球打ちました、第2球打ちました、第3球を投げた、1球外した、ボール。第4球を投げた、高め、ボール。第5球
投げました、打った、牧原取った、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番足立。第9投げました、ボール。第2球高速スライダー決まってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スチュワートジュニア、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、ホークス攻撃に入ります。先頭バッターは牧原。第9投げました、1球目ストレート空振り。1球目空振りから投げました、スラーバーボール。投球は3球目、投げた、決まってストライク。第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打った、西川落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番今宮。第9ボール。さあ次の投球、投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、伸びた、伸びて、ライトに送った、ホームラン、先制ホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは9番甲斐。第9投げました、ストレートはボール。第2球投げました、打ちました、フラフラッと上がった、トングバックしていった、落下点に入りました、取りました。これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってシュート。第1打席はセカンドフライに倒れています。初球空振り、初球空振りから投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストライク。次が4球目、投げました、打った。第5球投げた、スラーブはボール。投げた、ボール。次が7球目、投げた、打ちました、これは内野ゴロ。紅林ボールを取る、ボールはファーストへ、一塁セーフ。記録はヒット、記録はヒットです。第9投げた、ストレートはボール。ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁送球、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。先ほどのプレーです。第3球を投げた、低め際どいボール。第4球を投げました、真ん中ストライク。次が5球目、投げました、高めの球空振り。第6球を投げました、打ちました、破った、シュート、一気にホームへ。ホークスさらに1点追加、2対0、近藤タイムリーツーベース、これで2打数の1安打。さあリプレイです。
さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で柳田、第一打席はセンターフライに倒れています。第2球投げました、インローの直球はボール。第3球を投げました、直球見送ってストライク。次は4球目、インコースのボール左へファール。次は5球目、打ちました、これは内野へのフライだ。掴んでこれで3アウトになります。序盤終了しまして2対0ホークス、まずは先制しています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは中川、投げた、高め際どいボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、高速スライダーボール。第5球投げた、打った、ファール。さあ6球目、投げました、打った、流し打ち、抜けた。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う、中川いいバッティングを見せました。バッターは2番宗、今日2度目のバッターボックス。初球送ってきました、ボールはキャッチャーの前、アウト、ランナー三塁に進みました。ホークスなおもピンチが続きます。第9球投げました、初球空振り、いきなり158キロ。第2球投げました、打ちました。第3球を投げました、1球外してボール。次が4球目、投げました、外角ボール。さあ5球目、打ちました、レフト方向へ持っていきましたがレフト前に掴みました。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第9投げた、ストライク。1球目空振りから、またも空振り。第3球を投げた、外れたボール。第4球を投げた、打ったに当たりだ、抜けた。バファローズ1点返しました、トングタイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁、では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボクサー5番森、第9投げた、初球から打ってった、取ってこれで3アウトチェンジ。スチュワート時にここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の裏ホークス攻撃に入ります。この回のトップバッターは山川、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、初球空振り、初球空振りから投げました、ボール。バファローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました、見送ってボール。第4球は4球目空振り、バファローズここは引っ張りに警戒します。追い込んで投げました、打ちました、これはセカンドは正面、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者ローカー。もう第2球投げました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、胸掴んだ、サードから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番栗原、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。もう第2球2球目空振り、タイミング合いません。第3球は決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打った、センター方向へ持っていきましたが取りました、これで3アウト。ホークス結局この回3人で攻撃が終わっています。4回の裏が終わりまして2対1です。5回の表バファローズ攻撃に入ります。トップバッターは杉本、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。
投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。次が4球目、投げた、打ちました。打球は左中間に上がっている、ヒットになります。杉本、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは DH のセデーニョ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第2球投げた、インコース高め、外れてボール。第3球ストレートはボール。第4球を投げた、打った、牧原ボールを掴んだ、アウト。ホークス同点のピンチを迎えます。第1球投げました、初球外れてボール。投球これから2球目、ボール。投球はこれから3球目、パワーカーブ空振り。投球これから4球目、決まってストライク。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、レフトバックしていった、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ショートの後方フラフラっと上がっている、取ってアウト、スリーアウト、チェンジ。リプレイをご覧ください。スチュワートジュニア、ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって2対1です。5回の裏、ホークス攻撃に入ります。この回の先頭バッターは牧原、第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げた、打ちました。投球は3球目、投げた、アウトコース高め、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を投げた、打ちました、宗交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番今宮。第9投げた、初球決まってストライク。第2球投げた、ストレート空振り。第3球を投げました、引っ張った、切れていきます、ファール。次は4球目投げました、インコース引っ張った、ファールボール。投球これから5球目、外れた、ボール。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、抜けた、今宮ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは9番甲斐、第1打席はファーストフライに倒れています。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、膝元外れてボール。投球これから2球目、スラーバーストライク。第3球外角高め、際どい球、ボール。次は4球目、見送ってボール。第5球投げました、打った、紅林取った、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。前半が終わりまして2対1、ホークス現在1点をリードしています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは中川。第9投げました、
アウトコース合わせた、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、インロー空振り、追い込んで投げた、ボール。さあ投球は5球目、投げた、外れた、ボール。投げた、見逃し三振。バッターは2番宗。第1球打ちました、ファールボール。第2球投げた、打ったに当たりだ、センターへの打球、センター取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番西川、今日は三振とレフトフライ。第1球打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、あっと抜けた。西川いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。スチュワートジュニア降板、右の大津、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、4球目空振り、一塁牽制、タッチセーフ。次は5球目、打った、一、二塁間のゴロ、牧原ボールを取る、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー西川残塁に終わりました。6回の表が終わって2対1です。ホークスこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは周東。投げました、初球空振り。第2球ボール。第3球3球目空振り。第4球を投げました、ボール。投げた、打ちました、抜けた、シュート、ナイスバッティングです。これで今日は3打数の2安打。左バッターボックスは2番近藤。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、サークルチェンジャー、ボール高め。第3球をシュート、走った、これはストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。次は4球目、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチセーフ、見送ってボール。さあ6球目投げた、ボール。第7球を投げた、打ちました、ショート正面、紅林掴んだ、一塁送球、アウト。ホークスなおもチャンスが続きます。バッターは3番柳田、今日はセンターフライとピッチャーフライ、スローカーブ、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、ストライク。投球これから5球目、インコース空振り。第6球を投げました、打った、鈍いゴロ、紅林ボールを掴んだ、タッチ、主審の判定はセーフ、セーフ。ホークス1点入りました、3対1。宮城降板、左の山田、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9球ストライク。さあ次の投球、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。
投球これから4球目。インロー外れてボール。さあ5球目打ちました。投げました。外角高め見逃し三振。バッターは指名打者ロッカ。今日は三振とサードゴロ。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた。空振り。第3球インロー際どい球ボール。投球これから4球目打ちました。抜けた。ライトからサードへ。ウォーカーいいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。タッチはセーフ。二塁はセーフ。初球を打ちました。ショート右。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。6回の裏が終わりまして3対1、ホークス1点を追加しています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは森。今日は三振とショートフライ。1球目ストレート空振り。第2球ボール。第3球を投げた。打った。切れていきます。ファウル。追い込んでから投げた。インコース低め。スラーブ外れてボール。第5球投げた。スラーブはボール。次が6球目投げた。打ちました。山川取った。大津取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第2球投げました。ボール。第3球ストレートはボール。内角高め。第4球を投げました。外れた。ボール。投球これから5球目打ちました。ファール。さあ6球目打った。強い当たり。さらに伸びていく。ライトセンター見送った。ホームラン。ソロホームラン。右中間スタンドへ吸い込まれていった。チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。大津降板。右の津森今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9球初球を打った。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。右バッターボックスは8番紅林。今日はセカンドゴロとレフトフライ。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目ボール。次は4球目投げました。打って出ます。ピッチャー返し。抜けた。紅林ナイスバッティングです。進めました。バファローズ代走を起用します。佐野一塁に入りました。バッターは9番足立。今日はファールフライとショートフライ。投げました。ストレートはストライク。投球これから2球目ストレートはボール。第3球を投げた。スラーブ空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで第4球を打ちました。ファールボール。一塁牽制球を送ります。タッチアウト。牽制決まりました。先ほどのプレーです。満員のペーペードーム。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏ホークスラッキーセブンの攻撃。トップバッターは牧原。今日はレフトフライとサードフライ。第2球投げた。見送ってボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。外角高めボール。第5球投げた。打った。ファースト正面。トング一塁踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番今宮。これが3度目のバッターボックス。投げました。見送ってストライク。まずは見送りました。
投球これから2球目ちょっと抜けました。第3球を投げました。打ちました。第4球を投げました。打った。右中間へ持っていきましたが杉本余裕があります。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番甲斐。今日はファーストフライとショートへの併殺打。投げました。打ちました。引っ掛けた。サード前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。山田甲斐打線を三者凡退0点に抑えています。7回までが終了しまして3対2です。つもり降板。マウンド上は松本、今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。第1球投げました。初球空振り。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。外角高めいっぱい。ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目。打った。引っ張った。一塁送球アウト。足立いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた。アウトロー。スプリット外れてボール。第2球投げた。空振り。第3球はスプリットはボール。第4球を投げた。高めボール球打った。入れば同点だ。ライト交代。掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番宗。今日4度目のバッターボックス。スプリットはストライク。思い切って振っていきました。1球目空振りからボール。第3球を投げました。スプリットはボール。インハイへ。投球これから4球目。ボール。第5球投げました。打ちました。打球はファースト左。山川ボールを取る。松本取ってアウト。スリーアウトチェンジ。松本この回きっちりと3人で抑えています。8回の表が終わって3対2です。ホークスこの回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの周東。第2球ボール。投球はこれから3球目。3球目ストライク。第4球は4球目ストライク。投球これから5球目。インコースのボール左へ。レフト線にボールが飛んでいますがスタンドに入りました。ファール。投げました。打った。これはセカンド正面。中川掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近藤。これが4度目のバッターボックス。第1球投げました。カットボール決まってストライク。第2球投げました。高速スライダーボール。第3球を投げた。打ちました。次が4球目。投げた。ボール。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。打ちました。足立ボールを掴んだ。ショートから一塁送球アウト。これバッターは3番柳田。今日4度目のバッターボックス。初球から打ってった。レフト落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。ホーク松本降板。そして最後を締めるのはいよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは西川。ホークスこのバッターだけは塁に出したくないところ。第2球投げた。ボール。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。ボール。次が4球目。投げました。カットボール空振り。少し意識しすぎたか。投球これから5球目。打った。当たり損ない。今宮取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは頓宮。これが4度目のバッターボックス。第2球投げました。ストレートはボール。第3球を投げました。カットボールはボール。次が4球目。投げました。4球目空振り。投げた。流し打ち切れていきます。ファール。
第6球を投げた。153キロ速球、空振り三振。左バッターボックスは5番森。ホークス、ここは何としても抑えたい場面。第2球投げた、ボール。第3球はストライク、アウトコース厳しいところ、伸びのあるストレート。投げた、打ちました。近藤、落下点に入った、取りました。試合終了です。ホークス1点差。